小6やな。はい、では10秒前です。音楽からいきますね。はい、こんにちは。アンサーの時間です。6月6日土曜日ですね。6月初めての放送になります。もう自粛の方もね、解禁の方が続々出ておりましてね、皆さん生活の方も普通になってきてるとは思うのですが、東京の方大変ですね。なんかもう第2波ではないですけど、いろんなところでね。で、また夜の街の方がなんか原因でなんか出ているらしく、怖いものですね。皆さん夜遊びに行ったりしますかね。お父さんお母さんには言わないとは思いますけど、打ち当たりするところはありますかね。でもどうですかね、最近の人ってスナックとか行きますか。行かないんですよね。そうなんですよ。最近の方はスナックっていうのを行かないんですよ。ガールズバーとかですよね。うん、確かにガールズバーの女の子可愛いんですよね。だけど、あの、物にするにはちょっとお金がかかるっていうね。でも、お酒が好きだったら行くんですけど、お酒も飲まなくなったら行く気もしないんですよ。自分の場合はあのドライバーとして行きまして、自分はちょっと破天荒でしたね。スナックに入るときにカンカンのジュースを自前で持ってくるんですよ。で、それを飲むんですよ。で、それが許されてたという、今考えたら怖いものですね。ママさんからよく言われてたんですけど、神田さんっていくら何でもそれはやめてちょうだいと名前が出てしまったんですけど言ってたんですけど、それでもやってたんで、特別ですよあなたはと言われまして、本当に1年以上ですかね、もっとだ、1年半とかかな。本当に私はあのカンカンのオレンジジュースを、つぶつぶオレンジを持って普通に入っておしゃべりをしていました。で、女の子をさわやさわやして終わるというということをしておりました。今考えたらすごいもんですね。本当に無料で遊んでいましたけどね。でもね、オレンジジュースであのスナックであのずっといるのって結構きついですよ。あの酔っ払いはね、周りはみんなインアンベーして帰っていきますけど、僕はシラフで帰りますからね。まあ、でも今考えてみたら自分はある意味愛されてるのか愛されキャラなのかよくわからないんですけど、普通の人が許されないことが許されるんですよね。自分もこんな客がいたらはっと思うんですけど、まあこれも人柄なのか自分の天然なのか全然気にしていないのか、まあそういうことがありました。なんでコロナからこういう話になるかというのが全然意味わからないんですけど、すいませんでした。というコロナの話に戻りたいと思います。このコロナの件でも沖縄の方もね、お店ショッピングとかもやってると思うんですけど、やっぱり自分はですね、家族の方にも教育関係の方がいるので、そうですね、もう今週本当に土曜日曜ぐらいからやっと外食行こうかって話はしております。やっぱり何かあるかわからないので、
で、職場の方でもやっぱり遠慮する方は遠慮またしております。まあ、そういう方は先見の明があるのか、ちゃんとそういうものを守ろうとしているのかということですね。僕は一体何を話そうとしてるのか、だんだんよくわからんくなりましたので、とりあえず1曲入れてちょっと整理したいと思います。1曲パプリカですね。お願いします。わからん。何喋ってる？CM2 回目の後に入れましたね。はい、大ラジ丈オ夫体操で台す。ちょっと短いはずなので。はい。かゆい。行かないんだよね。行かないですね。自分もあんまりスナック行くぐらいだったらバーに一人で行きますかね。スナックってよりかはキャバクラか、今は。スナックではないんだよな。形を変えてキャバクラなんじゃないそうんですだよ。ね。キャバクラもな。なんか女の子いるけど、なんかちょっとじゃあスープお酒飲むよりは自分やっぱ。お酒の方にお金かけてるみたいな。自分もよ、今考えたらさ、今若かったらいいかな。バー行ってからお酒飲んで知らん女の人と喋ってバイバイって帰る。その方が楽しいです。バーのカウンターで一人で行って一人で話して帰るっていうで、適当に喋ってね。いや、喋るだけだからいいさって言って、バーって喋ってからバイバイってから。そこで、っていう人がいたかも。でも気持ちわかるけど、その気ないもんね。いや、そうですね。俺もそうだから。で、なんか全然その気ないから、じゃらんぱらんでじゃあ喋りするわけ。だまから、たバーとかだったら同性とかの、ね、幅広い人たちと話ができるじゃないですか。いろんなアンテナ張れるので、それが楽しいですね。自分の場合もそんな気ないから喋ってるさ。自分だけ覚えられるわけ。なんでスナック行ってたんだろうな。でも体壊すまではさっきバカみたいに飲んでたよ。飲まんとやってられんだった。今飲まんでもいい。もともと習慣的に飲む習慣がないので、飲まなくて全然平気なんですけど、美味しい料理食べるときにはやっぱり合わせてなんか飲みたいなとかってあるんですか自分から今で言っとく。ちゃんぽんは3種類までにしました。で、肝臓がちょっとでもおかしかったらやめる。気をつけます。 はい、パプリカでした。どうでしょうか。この曲を選んだ理由はですね、コロナのダイエットということで、このパプリカの方を踊ってもらいたいなと思いました。2曲目はラジオ体操を流しますので、聞きながら暇な方は適当に動かしてください。はい、ということで、私原がアンサーを進行していますって言いながら、普通に本当の名前を喋ってる僕でございます。ということで、2つ目ですね。コロナの件はまあ暗くなるのでやめときまして、何がいいですかね。虫歯と人の縁があるんですけど、虫歯の方にしましょうかね。皆さん、虫歯の方は大丈夫でしょうか。まあ、大体みんなわかると思いますけど、沖縄は、虫歯率が全国1位ですね。12歳以下、
に関しては本当にもうダントツ1位、大人も1位ではないですかね。ということでですね、どうしてこの虫歯になるのかなということで話してみたいと思います。皆さん、この歯ブラシの方は頑張っておりますかね。歯を磨けば虫歯にならないっていうのはですね、これは嘘です。磨いてもなるものはなります。はい。で、不思議なことに虫歯になりにくい方となりやすい人がいます。で、その方の口をですね、調べた結果、なんか菌の方がなんか違うらしいっていうのが昔、ありましたね。昔、昔って変ですけど、今口移ししませんよね。でもね、昭和の時は口移しをしてたんですよ。その時にこの親の子の口の中の菌の方が親子供に移りまして、その時の親が虫歯になりにくかったら虫歯にならないし、なりやすかったらなってしまうということがちょこちょこありました。もう今はね、有名な話、もうみんなやらないですよね。小さい子の口の中は無菌状態なんですよね。で、虫歯になるものはとても少ないそうです。っていうか、ほぼないと言っておりました。で、それからこの食生活で、親からのもらう食事とか、もしかしたら口移してもらったこの、しょ、あの親の子の口の菌、これでこのなるかならないかっていうのが決まっていくそうです。基本的には子供は全体的には生まれた時には虫歯になりにくい口だそう、口腔環境だそうです。そうですね、この虫歯なんですけど、磨いてもダメっていうのもありますけど、磨きすぎもダメっていうのもありますよね。なぜかというと、歯の周りの何ですかね、肉がありますよね。どうも忘れちゃったんですけど、こちらの方、歯垢でしたかね。それを取るたびにゴシゴシするんですけど、この歯とこの肉の間をちょっとやりすぎると、ここがなんか炎症を起こしたりするので、で、そこからまたなりやすくなるっていう現象もあるそうです。難しいですね。見かけば虫歯になるし、見かかなくても虫歯になるし。で、単純なのか、以前も話しましたけど、うがいですね。うがいだけでも十分虫歯は逃げていくっていうこともありましたので、もし磨き好きかなって思ったりしたら、今このうがいのための薬の方もたくさんありますよね。こちらの方で予防するのもいいのかなとは一つの案で思いました。僕の方もやっぱり虫歯が多くてですね、もう僕の生きてる歯は本当に20本あるか、20何本だったかな、のうちに生きてる歯がですね、一桁ぐらいしか多分ないと思います。もうそのぐらいひどいです。 で、やっぱり小さい頃、歯磨かないからなるんだよとは言われるんですけど、でもね、小さい頃から思ってたんですけど、磨いてもなるんですよ、本当に。でも食べた後に磨く、寝る前に磨く、まあ自分も下手かもしれないんですけど、もう本当にすぐ虫歯、本当に治療してから2週間くらいで虫歯ですかね。そのぐらいひどい時はひどかったので、本当にこの、今何でしたかね、フッ化っていうのもありますからね、今の子供たちはお菓子とかも多いので、自分の時はまだお菓子っていうのがまた少ない。本当に麦茶とか牛乳とか、本当にカンカンのジュースが出始めた時ですね。で、またアメリカから出てくる、この美味しいものもありましたけど、あれはあれでもう、あちくうたあて食べれない。自分たちの方がまだ
甘いものにあまり縁がないとは思います。それでもこんななので、今の子たちはもう本当に十分に気をつけていかないとちょっといけないなとは自分も思います。この磨き直しとかもありますけど、歯を磨かなくてもできる方法も多分いくつかはあると思うので、そちらの方も大切にしてもいいのかなとは思いました。でですね、今日かちょっと歯医者に行ってきたんですけど、ちょっとびっくりしたことがありまして、まあ行きつけの歯医者なんですけど、まあ自分が本当に治療慣れてると思ったんでしょうね。本当に治療しようねって言った瞬間、本当に1秒後にブスって刺すんですよ。ということは喋る前にもう手には何かを持ってるんですよね。でブスブスブスと5秒ぐらいで刺されまして、あっという間に終わり、歯を抜くよって言った1秒後に歯に何か入ってきまして、歯を抜かれまして、慣れるのもいいんですけど、手際が良すぎて自分かわけがわからないという。で最後に前歯の方が抜けたのでつけてほしいっていうことで、先生はつけようねって言ったんですけど、前歯をつけないで終わろうねと言い出したんですよ。前歯はと言ったらこの人が、ああ一応聞いてきますね先生にって言ってくるんですよ。ちょっとびっくりしましたね。前歯をなしにどうやって生きていけばいいのかいと思いまして、その後ね、ベテランさんが来まして親切丁寧にやってもらったんですけど、本当に歯医者ってあれですね行きつけになると行きつけの人もなんか顔見知りみたいな感じになりまして、さよならもなんかお客さんに言うようなもんじゃなくて、知り合いに言うお元気でみたいになるんですよ。なんかこれ見るとちょっと悲しくなりましたね。行き過ぎたなと思いましたというちょっとね、虫歯から意味わからん話になりましたが、皆さんどうですかね、虫歯十分気をつけてください。では2曲目いきたいと思います。ラジオ体操です。どうでしょう、これ結構街でやったら痛いですよ結構疲れますよね。疲れます。ちゃんとしっかりやると若い人は筋力があるからこのぐらいで大丈夫なんですけど、はい、年取れば取ろうとラジオ体操すごいと。で怪我しない運動ですからね、うん、らしいですね、はい、なんか偉い人が作ったってね、ラジオ体操って本当にすごいプログラムですよ。プロが作ったってね、はい、当時のなんか国家の、はい、一心で基本的には世界的にも評価が高いらしいですね。日本って案外すごいよね、はい、漫画もすごいし今から収録もあるんですか。生放送が9時から行ったり来てるよ。9時から、はい、僕時計あるの1時間後です。あ、こっちなの。今そっちに時間出てますけど、何時まで仕事でした。11時だった。12時まで生放送あります。11時の番組が12時まで放送するので。で何時に帰るね、いつも。自分は1時に帰ります。そうか、夜の、夜中のそっからご飯食べて。でも楽しいよね、自分のペースでできるから。まあそうですね、一人でできるっていうのは楽しいですけど。一人がいいよね、怖がりはね。ただ分からないことがあるといつも困ります。誰に相談していいか分からないそれが欠点だね、はい、相談できないでいないんでそれはいいね。なんか新しい人も頑張ってるしね、はい、なんか聞いたら3年働いてんだね。僕そうですよ、もう、うん、新しい女の子がいたさ。あー、はい、あの子3年経って、2年3年、もう2年半じゃないですか、約3年ぐらい。ずっと私違いになると思うんで、うん、びっくりした。でもそんな働いてんの。そういえばいたね、うん、それでやっと
こういう放送になりたんだ。そうです、そうです。大変だね。自分も今月がちょうど3年前入社した時の月なので、やっと4年目ですね。兄さんの場合はあれか、初っ端から必死で仕事を覚えたんだね。はい、もう死ぬ気だね。だから白が増えそうだったんで全部白くしました。いいな、こういう仕事もいいね。保育士も結構めんどくせえからな。CM 入るんだよね。ちょっと直していきましょう。ちょっとバタバタした。ラップまでだよね。はい、すいませんでした。私原川さんの放送しております。よろしくお願いします。ラジオダイソーでした。コロナダイエット皆さん頑張ってください。はい、ということで最後ですね、人の縁ということでお話ししたいんですけど、皆さんこの人の縁というのちょっと感じたことはありますかね。なんか不思議な縁は必ずあるとは思うんですけど、どうですか。自分の場合で一番不思議だなっていう縁がありました。で、小さい頃一番街ありますよね。で、一番街のところの中の通りの方に瀬戸物屋あったの分かりますかね。瀬戸物屋さんの反対側に入るところにですね、2階に喫茶店がありまして、この喫茶店の向かい側に婦人服店がありまして、でそこでよくしゃべるおばちゃんがいたんですよ。でその方がいたので、自分は小さい頃もうこんな性格なので、本当に周りから心配されるぐらい、もう誰とでもしゃべるような子供だったんですよ。ねえ、これでおばちゃん元気って喋っていたんですけど、でこの時におばちゃんのそばに若いお姉さんもいまして、お姉さんも元気っていうなんか喋っていたんですよね。でそれがなんと何年後ですかね、あの時本当に10歳ぐらいでしたので、20年後ぐらいか、ほぼ23年後ぐらいですかね。仕事の方で福祉の方に行った時にその方がおりまして、でそのそばにいたこの娘さんらしき人もおりまして、本当に不思議なことに、小さい子のおしゃべりした方が僕がお世話をしているという状態になりまして、一応それもまた娘さんの方にも話したんですよ。僕のこと覚えていますかって、とても小さくてよく喋った、なんか無駄に明るい男の子いませんでしたって言ったら、いたかねで、お手伝いしてたんですよね、一応してはいたよって、多分覚えてると思うんです、その男の子は僕ですと言いまして本当にまあそれなりに仲良くはなったんですけど、でもね、縁ってすごいもんですよ。この方が心筋症になりまして、でその時偶然そばにいまして、ふとふとし始めて歩けなくなっておかしいということで、僕が救急車も呼びまして、で救急車にも
このやりまして、この命を救っているという まあもう本当にありがとうございます。もう自分こそありがとうございますということで、ああもうあれは不思議でしたね。本当にもうどこでどこに会うかわからないです、この人の縁というのは。だから皆さんが今小さい子を相手にしていても、もしかしたらその子が何かしら関わりがあるとは思います。だからこの人の縁というのは一番面白いなと思いまして、ちょっと大切にしていきたいなとは思いました。はい、というお話でした。で結局子ども関係のことはちょびっとしか話していませんけどね。子どもに関してはマスクですね。子どもになんかマスクをなんかかけるとちょっと呼吸の方ができなくなるっていうことがありましたけど、手洗いうがいの方でどうにかねなるということで、本当に子どもの時には本当にもう手洗いうがいの本当に集中してやってもらえるようによろしくお願いします。で私原が進行していきましたアンサー、6月6日の放送ももうそろそろで終わりになります。まだまだ厳しい世界ではありますか、皆さん本当に本当に十分に気をつけて過ごしていけたらいいと思います。ではまた来週皆さんの明るい声聞こえるように、また来週またお元気でお過ごしください。さようなら。お疲れ様でした。はい。コメント来てますね、ついてます。こんばんは。誰ね、遅いよ。ニーナさんと。俳優さん、あれ、あかん、あこれあれだったんだ。お疲れ様です、ありがとうございます。ニーナって誰ね、あれうちの職場の人かニーナ先生っているんだけど、そう、あ嬉しいですね、こんなお疲れ様です、よくわかんねえ。